アウグスティナス・ボルデマラスアウグスティナス・ボルデマラス、1918年、撮影。ドイツ外相、グスタフ・シュトレーゼマンとアウグスティナス・ボルデマラス、1929年、撮影。アウグスティナス・ボルデマラスは、リトアニアの政治家、ナショナリスト。1918年及び1926年から1929年まで、リトアニアの首相を務めた。 哲学の教授でもあり、また16カ国語に通じていた。1910年、サンクトペテルブルク大学にて、歴史学、哲学の修士号を取得。その論文は、優れており、賞も受賞している。奨学金によりその後の進学も可能となり、最終的に、博士号も取得している。学生時代、ボルデマラスは、 リトアニアに広まっていた民族運動の影響を受けた。当時のリトアニアはロシア帝国領であったが、リトアニア内外でリトアニアの自治獲得、独立を目指す諸団体が結成され、ボルデマラスもサンクトペテルブルクの学生団体にところ属、さらに1917年9月には、キエフで自治民族会議の代表に選出された。1926年、 カジース・グリニュース大統領の政策に反対する軍の一部が、クーデターを起こした。彼らは、ボルデマラスやアンタナス・スメトナに支援を求め、両者ともそれを了承。12月17日にクーデターを起こし、グリニュース政権を、打倒、スメトナが大統領につき、ボルデマラスが首相となった。リトアニア内外の世論に応えるため、グリニュースは、 ボルデマラスが憲法を遵守することを条件に、ボルデマラスを首相に任命することを了承した。ボルデマラスは憲法遵守を約束したものの、その後独裁政治へと傾いていった。しばらくすると政党間の不一致や敵意が高まっていった。ボルデマラスは鉄の狼の呼ばれる団体を率いており、その名誉会長はスメトナ大統領であった。 ボルデマラスとスメトナは同じイデオロギーを共有し、共に親密に働いているように見えたが、その関係もすぐに壊れた。関係悪化の原因の一つとして、ボルデマラスが鉄の狼に携わっていたことが挙げられる。鉄の狼に関わっていたことで、ボルデマラスはファシズムに感化され、スメトナの恩恵路線に不満を抱いていた、青少年たちの支持を集めていた。 ボルデマラスは、その後不人気となり、1929年には、カウナスで暗殺されかけた。その後彼が、国際連盟の会合に参加するため、リトアニアを離れている間に、スメトナ大統領により、首相職を解任された。ボルデマラスの失職に伴い鉄の狼の活動も禁じられ、鉄の狼は、ドイツの支援の元地下活動を継続した。 鉄の狼は1934年にクーデターを計画、ボルデマラスも権力掌握を狙った。しかしクーデターは失敗に終わり、ボルデマラスはスメトナ政権により逮捕、その後4年間にわたって監禁された。監禁中、彼はイエス・キリストの人生に関する本を書いたが、その保守性により、リトアニアでは発禁処分となった。 1938年、ボルデマラスは、恩赦を受け釈放、亡命した。1939年に帰国を試みたが逮捕され、再度追放先のザラサイと送られた。彼は何度も帰国を試みたものの、その度にザラサイへと送り返された。1940年6月、ソビエト連邦がリトアニアに侵攻、占領すると、ボルデマラスは、 再度帰国を試みたが、国境で、ボリシェビキ当局に逮捕され、その後音信不通となった。彼は1942年5月16日に、モスクワで死亡していたことが後に判明している。なお、ボルデマラスは、1929年に、当時3歳であったバルダス、アダムクスの大父となっている。アダムクスは後に大統領となる人物である。 ありがとうございます。